やっぱやんないんですよね、みんなね。あの爪が長いっていうかね、あの裏系とかその太田連合とか関東連みたいなね、そういうのを頭やって、まあ、やってもみんなやってもらうだけみたいな、あのお礼もしてこないし、お礼も言ってこないとかね、普通に。そんなもう普通なんですよね。もういや、もう頼むときは頼んできて、お礼もしない、お礼も言ってこないし、お礼もしないね、金も払わないみたいなね、そんなやつばっかなんですよね。なんか親父のこと、まあ、ずっと分かるじゃないですか、子供でもね。やっぱなんか、やっぱ同じなんだなとか思いながら。そう、やっぱね、人っていうのはね、金で見ますよね、家柄とか。まあ、お金持ちの人もそうなるかもしれないけどね。